武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは早稲田大学法学部の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間が60分で大問が4題出題されております。で、回答方式が、選択問題、と記述論述、ミックスで、論述に関しては、大体、100字程度の論述が、1題出題される形となっています。で、2017年の問題、ちょっと珍しい問題が出ており、統計資料、中国の統計表をもとに、大まかなその流れを追うというような形ですね。で、それ自体が分からなくても解ける問題も結構あったんですけど、ある程度その場で考える力がいるような問題だったので、知識だけじゃなくて、ちゃんとその社会の、今入れている知識をもとに考えるということが要求されるような問題となっています。ただこれに関しては正直その、形式がこういうものじゃなかったとしても、その正誤問題だったり、その選択問題でも割と考えないと解けない問題が多く、ちょっと聞いてくることがきつい問題も出てきますので、基本的には総計レベルまで参考書やっておけば、このあたりの問題は過去問に慣れていればあとは十分対応できるものかとは思います。で、縦や横の流れ、テーマごとの整理だったりですね、こういったものはちゃんとやっておいて、教科書レベルの知識なり、だったとしても、それをどんな聞かれ方されても対応できるかどうか、そして、さらに言えば用語集などを使って一つ一つの知識を細かく知っているかどうか、このあたりもそうですが、要は全体像って意味での整理がちゃんとうまくいってるかどうかっていうことと、あとは一個一個の用語をどれだけ詳しく知っているか、そのあたり両者ちゃんと鍛えておく必要があるかとは思います。で、社会に関しては、一見難易度が高い部分であっても、過去問に慣れていくことによってある程度水準が分かってくれば点をちゃんと取れるようにはできていますので、ちょっと挑んだ時点ではなかなか点取りないなという場合には、ここの学部も含めて早稲田の過去問いくつか解いていって、水準に慣れていって点数取れるようにしていきましょう。以上が世界史の勉強となります。